市川みおりのフレッシュレモン TV。 フレッシュみかんが食べたいの。どうも、みおりんこと市川みおりです。今回は2017年もう最後ということで、もう1年あっという間に過ぎましたね、なのでそのね、2017年についてこのんびりと語ろうかなと思っています。フレッシュレモン TV は今年の2月始めたのがよく続いたなって思いますね。三日坊主の私がなんか YouTube をね見て、これ面白いですとか、あれ好きですとかいう風に言ってくれる方は握手会でも多かったり、本当にフレモン TV をね見てくれる人が結構いて、それが嬉しいですね。何かやることに無意味なことなんてないんだなって思いました。私のやりたいことをこのチャンネルでは本当にやっていこうと思っているので、いろんな本当に今まで動画撮ってきましたけど、今チャンネル登録者数5万6000人くらい、目標の10万人まであと5000人くらい、ニャンコスターが100万回再生を突破しました。ありがとうございます。よく言われるのは、そのニャンコスター の, あの相方さんは誰ですかと、どこの芸人さんですかってめっちゃ言われるんですけど、普通の会社員さんだそうですと、あとはね、マネージャーさん の, あの何でも持ってる説を検証してみたら、もう意外とね11万回いってるんですよね。でも本当にこの動画は結構確かに、あの握手会とかでも、あれはやらせですか、本当なんですかってめっちゃ聞かれましたからね。でも言っときますけど、あの動画は本当にやらせとかも何でもなくガチです。あれはマネージャーさんはガチでドラえもんだと思いますなんだろうな、でもやっぱゲーム実況とかも普段私が見ているので、そういうのとかもねやってみたいなと思いますし、一人コンチとかね作ってみてもいいですね。マネージャーさんゲームを磨けていったのであ、ツアーやりましたね、いっぱい。2年目になったらアリーナツアーとアジアツアー、あ、じゃんけん大会久しぶりに出たなとかそうですね、映画撮影もありましたしね。意外と今年は充実してたかもしれないですね。あとコンサートめっちゃやったし、映画もめっちゃ1週間くらいですぐ撮ったしあとは髪の毛切りましたね、そういえば、今まで一番今髪短いかもしれないです。だから髪の毛をねこう去年一回バッサリ切ってから、本当に挑戦することって大切だなって思って、やってみなきゃ分かんない人って多いなって思ったので、まあそういう場所にね、これからもこのフレッシュレモン TV というチャンネルを使って2018年もねこういろんなことに挑戦して、そして成長していければいいなと思ってますので、ぜひ、まあアイドルのみおりんとの違ったね私をここで見て楽しんでいただければ、それだけで幸せです。2月から始めていろんなことやってきましたが、いろんな方のご意見や励ましをいただいてここまで来れました。チャンネル登録をしてくださっている皆さん、愛してます。チャンネル登録まだの方はしてくださいまあこんな感じでゆるゆるとお送りしてきました、市川みおりの反省会反省会になっちゃった。この動画がもし何か気になったらチャンネル登録、それから高評価ボタン、そしてコメント欄もどしどし募集中です。よろしくお願いします。では2011年良いお年を、また来年会いましょう。ちゃんちゃんチャンネル登録、ちゃんちゃんチャンネル登録、チャンネル登録をすれば君もフレッシュレモンになれるよ。バランスだ。いける。